ちょ、降っていい？びっくりエレベーターだよね。ちょ、降っていい？なんもない。おっちゃん、怖い。なんかカラスがいるんやけど、カラス怖い。どうしようかと思った。はい。いいか、スネーク。うん。ナオミ・ハンターという女のことだが。ナオミ・ハンター。ああ。この会話盗聴されてるのか。大丈夫だ。今モニターを切っている。うん。そうか。どうした？私は FBI に身を置いていたこともある。うん。それは知らなかった。それで？それで？ドクター・ハンターの身の上話だが。うん。彼女の祖父が FBI 長官の補佐官であったという。ああ。それにニューヨークでマフィアのおとり捜査をしていたという話。うん。それがどうかしたのか。すべてデタラメだ。ん？なんだって。ずっと引っかかっていたんだ。どうしてそんな嘘をつくのか。嘘？彼女はスパイかもしれん。何？バカな。いいか、こんな嘘は高校生でも見抜ける。あ、金太郎か全部。当時の FBI の長官。エドガー・フーバーはレイシストで有名だった。ほう。ナオミの祖父は日本人だと言っていたな。ああ。その頃東洋人の捜査官は一人もいなかったはずだ。さらに50年代にはまだマフィアのおとり捜査は行われていなかった、うん、初めての潜入捜査は60年、しかもシカゴからだ。しかし調べてみた方がいい。局長や社長の死、絵の忍者、腑に落ちないことが多すぎないか。確かに。ナオミがそれを仕組んだとでも。ナオミ・キャンベル、あるいはテロリストとつながってるかもしれん。なるほど。そんなことが。何か分かったら連絡しよう。とにかく気をつけろ。はい。じゃあナオミに。ナオミ。おお、ダンボール箱を見つけたか。はい。ああ、懐かしいだろう。懐かしい。なってきたな、スネーク。いつものようにそれで敵を欺くんだ。おお。おおう。これ完璧な偽装ですね。これ完璧に荷物を下ろしていく感じですよね、これ。完全に荷物を、あ、じゃあ荷物移動します。荷物移動します。じゃあ荷物移動しまーす。あれ、荷物移動したいんだけどな。カメムちゃん、カラスにバレてる。でも荷物は移動しないといけないし、これ。あ、レーションレーションレーション、しかい出荷よー。そんなー出荷よー。そんなー。よし、ほい。ほう。ね、取れ目らしいでしょ。めっちゃカラスおるな。なんかおる。カサック。カサック、白人。お母先は父さん。なんで？ああ、みんな。あ、カラス友達なんだ。なんで？興奮している。なんで？エッチな本でも見たの？レイプは決して残飯処理ではない。レイプ、不要なものを自然界に返すだけだ。そういうことね。時に怪我をした狐を襲うこともある。うん、フォックス。 M1 戦車に乗っていた男か。
戦車のとこ。状態でよく我慢できたな。あれは戦いとは呼ばない。戦いだよね。お前がいかなるものか、カラスたちと傍観していたんだ。結論は出た。ふう。カラスたちはお前を戦士として選んだ。選んだ。幻覚。幻覚。ウッパーさん。動けなきゃ。今、お前は死の宣告を受けた。なに？お前、東洋人の血が流れているか。ジャパニーズ。なるほど。お前も俺たちと同じモンゴル系か。アラスカインディアンは日本人に近い。祖先が同じだとも言われている。カラスに親戚はいないんだ。いいだろう。エビはスカンが。同族なら相手に不足はない。シャー。手加減はしない。なんで？してよ。お前もアラスカに住む人間だ。そう。世界エスキモインディアンオリンピックを知っているな。知らん。その怪力、棒引きや4人運びで鍛えたのか。そうだが、俺の強さは力だけではない。ダメ。オリンピックに耳引きという競技がある。水田の男のロマン。互いの耳を引っ張り合い、骨幹の厳しさに耐える力を養う競技。強さは精神面から来る。それを今から。形は変わるが趣旨は同じだ。一緒か。喜べ。お前は俺に認められている。これは競技ではない、ただの殺し合いだ。殺し合いか。暴力はスポーツではない。うむ、スポーツではない。若干でかない。うちはこういう感じでやってます。さあどうしようか。ここだ。いた！キャー！キャー！これどうしたらいいんだろう。ダンボールかな。すぐ見っかる。すぐ見っかる。怖っ。ダメだ。ひゃー、広いね。これ後ろから行ってむ。あー、なんか分かったかむ。ひー、ミサイルやればいいんじゃないの。そうでしょ。とりあえず地雷さんいらっしゃい。あ、地雷もいいね。いいこと言うじゃん。地雷地雷。ほい。ほい。ほい。うわあ。スネーク。シェフをしよっか。C4 しようかじゃん。全員的でしょ。うん。せやろ。出荷よ。よし。きついの？ウォッチは好きがある。どこに置いたか覚えとかないとな。あれ、今聞かなかった？弾尽きるかな。
まあまあ。もうちょっと前かな。はい。あ、やった。うわあ、聞いちゃった。痛い痛い痛い。怖い怖い。うまい。タイミング間違えないようにしないとな。出てきたら撃つじゃん。なあ。なかなかこっち来ないな。へえ、こっちで。あれ来ない。金取るかじゃない。おお。いや。来ないな。ちゃんどこに置いてる？うわっ！やーん！よし。おつおつ。あそこだよね。時間かかりそう。でも待つしかない。まあ誘ってるつもりなんだけど来ないんだよな。だよー。来ない。ひ、来い来い。いたー。ひー。ほら怖いじゃんこれ。よし、もうちょっと前。待て！ちょっと！痛い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 ！死んだわ！もう誘う作戦ダメじゃん。スネーク大丈夫か？スネーク！ミサイル併用するか。そうだな。ミサイル部屋いるな。弾なくなってほしいよね。追いかけてこないんだって。まとめて置いても一回きりだと思う。関係ないと思う。でかいリュックサックしょってる。そこよっ。きゃ怖い。ほいパシャミサイルー。
って、いろいろ間違えたじゃん。バカ、C4 爆発したし。やってしまったぜ。C4 はここに置いて。C4 置いた。あ、ダメだ。ダメ。ミサイルしかも3日あったらダメだもんこれ。ダメじゃん。スティンガー。スティンガーって何？スティンガー。あー、こっちの方が楽。ちょちょちょ、怖い怖い怖い。ちょっと待ってね。これでいいじゃん。おっしゃー。あ、追い詰められた。よし。怖い怖い。おっしゃー。幼い少年がやめろ。かなと思ってやっちゃった。もう暑いでしょ。もうベッドベッド。よし。もうね、数年後じゃなく地雷の上に歩くスネークからね。これね、1545個目さん、これでラッツイの意味が分かったの？ラッツイの意味が分かったのか？お前は。これでラッツイの意味が分かったのか？どこだ？これだ。分かってない？なんで？なんで分からないの？寝てた。ラッツイ。
ぞカサック。もう、もう知らない、今機嫌悪いから。知らない、もう機嫌悪い。出てったら絶対なんか撃つやんか。絶対嫌なんだけど。CD なんで？どんな CD？ クレームを踏んだのはお前だ。これ寝れる声じゃなくない？うるさくない？だってあれ、なんで爆破してんの？なんで中断した？これです。分かったでしょ。します。ハイパーエンジュスタイム、ハイパーエンジュスタイムです。はい、あつよしエンジュスでございます。十字の真ん中にずらした方が入ってしやすい。クリスさん、ラッツィさん、ミケロ君、ククロビンさん、サルウェイさん、のんちゃん、ニューローディンさん、1593コメさん、1594コメさん、ネイゾーさん、ウペさん、ルーシャーさん、ズーさん、ブサメン、慣れてきた、ユムちゃん、おやすみ、えんちょつ、なんか何回も言わなくていいんだよ、一人一回でいい。よいしょ、怖い。こうか、じゃよっしゃよ、こういうことな。バレるわ、筋トロからじゃない。うわーいあと6発しかないけど。あと6発しかないけど、怖い怖い。
めっちゃ走ってる。なんだ、なんでそんな走ってんの。いやー、危ねえ。よいしょ。なんでそんな焦ってんのこの人。1621個目さん、ルールお兄さん、小石さん、ネズさん、ついでにククロビンさん、拍手でございます。俺の魂も肉もこいつらに同化する。キャラス、俺のムクロは自然に。ズーさん、のんちゃん、拍手でございます。スネーク、俺はお前を見ているぞ。アイシム、リスナーさんを見てるぞ。お前らがどの枠でどういうコメントしてるから見てるからね。セキュリティカードだ。これでそこの扉が開く。どうして。お前は自然が作り出した蛇ではない。死んでる。お前もボスも違う世界から来た。ゲロ。俺たちの知る世界ではない。監視してくださってありがとうございます。決着をつけてこい。決着こい。俺は最後を見ている。うむ。お前に一つヒントをやろう。なんの。お前の目前で死んだ男。どうした。なぜ死んだね。あれはダーマ局長ではない。何。あいつはデコイオクトパス。オクトパス。俺たちと同じフォックスハウンドだ。え？奴は幻想の名人だった。そうなの？オクトパスは血液まで偽装する。すげえ。そのためにダーパ局長の血をすべて抜き取って。ああ、そういうことか。耐えた。だから干からびてたんだ。しかし、そういうこと。死神までは騙せなかったわけだ。死神。死神？そんな手間をかけてまでなぜ局長のふりを。ヒントはここまでだ。なんでや。この先は自力で解明するんだな。なんで。教えてよ。エビよ、自然界には限度を超えた殺戮は存在しない。必ず終わりがある。必ず終わりがある。俺には。なんだろう、ダーパ局長になった理由。お前の先に終着駅はない。どこまで行っても。まあゲームだからそこはそこは言っちゃあかんな。パッケージの裏に全てが。救いのない未来。未来。いいか。はいはい。ヘビよ。はい、何でしょうか。エッチ。シエギ1647個目さんらっしゃる。ねえ。ハラシュ。お、ライフ回復した。あ、はい。スネーク、私だ。お前か。ナオミハンターの件だが、モニターオフに。ナオミがどうした。大佐、そこにナオミ。